JR 東日本のね、新宿駅にね、着きました。このホームはですね、まあ、ここ新宿、このホームはねあんまり来てないですよね。湘南新宿のところですね。湘南新宿とか成田エクスプレスとかね、父ちゃんであんまり来てないかな。で、高島屋がありますね。ここはね、これの反対の向こうの道ね、過去にありましたね。とりあえず、ここから特急あずさ号の5号ですかね、白馬に、白馬方面の南大谷行き、大糸線直通の、特急に乗っていきます。ここからなんとね、長野のね、スキーリゾート地白馬一本なんですよね。全然実感を今してません。そこにね、すいませんね、ちょっとね乱れて、今ここホームガラガラですね。湘南新宿朝なんですけどね、まあ多分これ湘南新宿、あの上り列車では多分3本目かなの列車に乗ってます。まあ私こう見えてちゃんと、あの一応前見てますからね。他のお客様の乗車にならない場所でご使用ください。あまりすごいな、快速平塚行きですか。私が乗ってた列車は快速、一応快速籠原ですが、高知からの列車だったっぽいですね。はい、新宿ですね。あ、埼京線もねここ来ます、このホームね。まあ知ってるか、最強ですね。うん、あとすごいですね。まもなく3番目の東行きの番号です。じゃあ JR 行きます。乗ってた列車も出発しましたね。見送りますか。いつも見送らないんですけどね、とりあえず見送ろう。ネクスですね。黄色い電車、もうねここらはね本当にね気持ち悪いぐらい見たんでいいや。皆さんご無沙汰しております。旅そのチャンネルの旅その本人でございます。今回は新宿駅を紹介します。ですが、新宿駅はいろんな路線が乗り入れてます。京王電鉄、小田急電鉄、東京メトロ、都営地下鉄等は乗り入れてますが、あと JR 線ですが、今回は JR 線のみでございます。その辺はご了承ください。ただいま映しているのは青梅街道側からね撮影者しました新宿駅の、まあ、入り口の1箇所目ですね。この青梅街道でもこっちはこれ山手線の内側の方ですね、西武新宿側の方ですね、まあ、そこ側から撮影した感じです。まあ、こうすぐね目の前に青梅街道という主要街道が通っております。結構交通量も多い道路ですね。ではね、ゆっくりご覧ください。
新宿駅ですね。新宿駅は、JR、まあ、今回 JR 線のみでございますが、JR は山手線、中央線快速、中央総武線こと中央線各駅停車、埼京線、湘南新宿ラインがね乗り入れる駅でございます。小田急ですと小田急小田原線ですね。列車によっては江ノ島や箱根湯田原に向かう特急列車も出てたりします。また京王電鉄についても高尾へ行く、まあ、京王ライナーとか、あとまあ普通の列車もあります。まあ、小田急もねもちろん普通の列車ね、小田原駅、快速急行小田原駅とか、ね、そういうのも出てますね。あと藤沢駅もあるかな。で京王は、橋本、まあ方面とか高尾とかそっちです。あと東京メトロだとまあ丸の内線がありますね。荻窪とか、大手町方面とかにもね行きますね。東京駅とかにも行きます。あと都営新宿線、都営大江戸線が、あと他にも乗り入れてまして、都営大江戸線が光川丘とか練馬、両国とかいろいろと行けます。森内さんとかもそうだな。で都営新宿線は、市ヶ谷とか曙橋とか九段下とか、大手町は通らないな、岩本町か、そちらともに行きますね。で山手線、今回ね JR ですが、山手線が基本的に東京ぐるぐる回ってまして、池袋、新宿、渋谷、品川、東京、上野等には行ける感じですね。あ、新宿は今回の駅か。で埼京線がね大崎とか、まあそこからまあ埼玉の方ですよね、戸田公園とか、そちら方が、武蔵浦和等も行きます、ね、列車ですね。あ、列車によっては最大川越まで行きますね。川越線直通ですと川越まで行きます。で湘南新宿ラインっていうのが、高崎や宇都宮、まあ、もっと手前の小金井とか、あ、何駅だ、熊谷の一つ先なんだっけ、籠原か、籠原とかに行く列車とか、反対に、まあ、他のね神奈川方面のですと、横浜を越えて、小田原まで行く列車があります、ね。まあ、湘南新宿があります。小田原とあと逗子もありますね。そんな感じです。で中央線ですと、まあ、あとまあ湘南新宿ライン埼京線からは特急列車も出てまして、特急列車は東武線直通の特急鬼怒川、特急日光、あとねスペーシア、まあ、東武鉄道からの車両ですと、スペーシア鬼怒とか鬼怒川だったっけな、あとスペーシア日光とかね、そういうのに運行されております。あと中央線ですね、ついても中央線各駅停車の駅名表ですが出るんですが、中央線各駅停車は千葉とか、他は西船橋、船橋、市川、錦糸町、両国、浅草橋、秋葉原、お茶の水、四ツ谷方面ですね。あとは他に反対ですと、中野、荻窪、吉祥寺、三鷹とかね。あと中央線快速ですと、まあ、東京から起点でございますが、東京、神田、お茶の水、四ツ谷、新宿、中野、そこからねちょこちょこ止まってる感じですね。あのまあ三鷹とか、最終的に列車は、まあ、立川、八王子、高尾に来る、まあ、もっと遠いの列車だと大月ですね。あと列車によっては立川から分岐して青梅線に直通する列車は青梅とか、拝島と方面の青梅駅とか
りにもなります。あと中央線は特急も運行されてまして、特急はね、あずさ、かいじ、富士海遊、臨時列車だと、アルプスっていう時もありますね。他なんかあったっけ、あと特急はあるか、ラッシュ時間帯に八王子とかを目っていう時もあります。まあ、ほとんどの列車はあずさかな、なお6割型あずさ、3割型かいじみたいな感じかな。いやそれより違うかな、割合的にはあとはそんな感じです。富士海遊が、富士山とか、川口湖方面、あずさという特急が、どこだっけ、あずさが松本とか諏訪方面ですね、諏訪とか甲府行く特急、海事号は甲府と、東京を結ぶ特急、まあ、東京並びに新宿を結ぶ特急ですが、あずさ号も同区間通りますが、あずさ号に比べて停車駅が多いって感じですね。東京は石破温泉だっけ、あとは円山とかあの辺止まる感じですね。特急八王子というのは、八王子までしか行かない特急ですね。浅い、まあ、そういう列車です。今これ映ってるのは、これちょうどあれですね。特急ホームですね。で、他はね、青梅って時は、青梅線直通の特急ですね。それはもう朝夕限定ですね。で、これ、こちらはね、特急ホームですね。19番線ですね。特急列車はね、新宿を出ますと、次は立川に止まる感じですね。中央本線というね、感じですね。新宿の次がね、立川、その次が、八王子って簡単なパターンが多いですね。昔はね、新宿、三鷹、立川って感じに止まっていく列車もありましたが、三鷹はね、もう最近全列車通過になりましたね。そんな感じですね。ちょっと前の映像だと山手線の駅名も出てました。山手線は、11番と14番だったかな。違うわ、12番と13番だな。1番、3番線でして、どっちかが13番が池袋方面かな、池袋上の方面、まあ、池袋上の方面に新大久保、12番線の方は確か渋谷品川方面だったはずなので、そちらが、代々木ですね。次は中央総武線ですと、結構停車駅、中央総武線は、確か14番線が、確か三鷹方面、三鷹中野、11番線が千葉方面ですね。今これ映ってるのは海事号39号かな、海事号39、海事39号ですね、の甲府行きですね。12号編成ですからね、これ12かもしれない、12じゃない説がありますけど、列車は、まあ、中央線特急って9号編成と3号編、12号編成がありまして、9号編成が4から12号じゃないですか。で、12号が確か1から12だったはずです。間違ってたらしいです。そんな感じかな。結構ね、ややこしいでございます。あと、乗り継ぎ割引等はちょっと本当に解説するのが大変なんですが、京王線と小田急線の乗り継ぎ割引 OK、小田急から東京メトロの乗り継ぎ割引も OK、京王から東京メトロの乗り継ぎ割引も OK、京王から都営新宿、都営新宿、まあ、小田急並びに都営新宿駅は OK ですが、あのね、東京メトロから都営の新宿駅はダメと。ですが、東京メトロと都営の新宿駅西口は OK と、ね、ちょっとややこしいんですね。それはそれでややこしい。ですが、都営の新宿西口と小田急並び京王はダメということですね。ちょっと施設の話挟みました。今ね、映っているのはちょっと JR に戻ります。特急ホームですね、9、10番線です。で、9番線から特急あずさ午後8時ちょうどのね、南小谷行きですね。10番線は特急あずさ9号9時ちょうどの松本行き、その次は特急海事11号の甲府行きですね。9時30分発ですね。まあ、そんな感じです。で、中央線快速が確か5から8かなで、1から4が湘南新宿ラインですね。多分ね、間違ってたらすみません。で、一番ね、9番線の列車がこれがね、中央線特急の中で一番走ります列車で、特急あずさ5号なんですが、この列車南渡りってどこやねということですが、この列車はね、
まあ、基本的あずさ号というのは中央本線を塩尻まで走ります。で塩尻から先松本内系のちょっとの区間を篠乃線ですが、この、ね、南大谷駅松本を越えます。なんと松本からね、次は篠ノ井線から次大糸線にね直通する列車でございまして、最大南大谷という中野県の北西部まで行く列車ですね。そこまで奥地まで行く列車でして、この列車で乗れば、まあ、南大谷ももちろん、スキー場で有名な白馬、あとはねアルペンルートですか、アルプス、立山アルプスの方の立山に行く際のね、入口でも、東京側の入口であります信濃大町、そちらにも行きます。あと穂高神社があります穂高、あとは豊品等にはなんとこれ一本で行けるんです。これ夢みたいなもんですが、これなんと毎日1日1往復限定ですね。この南大谷行きが、8時かな、ちょうどこれ一本なんですね。ですが最近臨時列車として南大谷にまでは行きませんけど、一つ手前の、まあ、特急停車駅でいうと一つ手前の白馬まで行きます。特急アルプス号が運行、最近ね臨時列車って言って結構ね運行本数増えましたが、アルプス号そういうのを、ね、走っております。これに乗りますとね結構すごい距離までね、すごいところまで行きます、ね、一応この停車駅言いましょうかね。まずこれ結構もう表記ね、こちらの大町しか表記されてないんですよね。駅数が多くてね、結構表記されてませんが、ちょっと停車駅見ますね。新宿を出ますと立川、八王子、甲府、小淵沢、茅野、上諏訪、岡谷、塩尻、松本、豊科、穂高、信濃大町、白馬、南大谷という順ですね。そんな感じでございます。でこっちの次の9時ちょうど、あこれ海事号ついでに富士海遊の運用もあるんですね。であの2編成運行、2本あの列車ね運行が2種類って感じですね。並結しての運行ですね。あずさ9号の停車駅はどうなんだろう、ちょっと見ましょうかね。あずさ9号の停車駅は、新宿、立川、八王子、甲府、茅野、上諏訪、松本。うわすごいな、岡山まで通過らしいですね。結構停車駅少なめですね。次の多分富士海遊11号かな、あと海事11号でもあるかな。その列車の停車駅は海事号の場合ですと新宿、立川、八王子、大月、勝沼、武道橋、円山、山梨市、伊沢温泉、甲府ですね。で大月、富士海遊11号は大月からね先の停車駅は鶴文化大学前、下吉田、富士山、富士急ハイランド、川口湖という停車駅ですね。そんなね停車駅でございます。まあそういう感じですね。まあ、旧10番線がね特急本をというわけで感じです。ですいません、12番線が快速線かな、あれちょっと待って、番号ちょっとねややこしくなってきましたけど、あれそうかな、ちょっと待って、ちょっと新宿駅、これ結構、ややこしいんですよ番線が。あ失礼しました、ちょっとねとりあえず番線の紹介ですね。1、2番線が湘南新宿ライン、埼京線です。南高ですかね、横浜、大船、小田原、涼し方面、また渋谷、大崎、臨海線、相鉄線直通。あと一部列車が北港に向かう列車ですね。池袋、大宮、川越、まあ、これ埼京線ですね。3番線が南港ですね。渋谷、大崎、臨海線、相鉄線方面と、あと池袋、大崎、川越の北港方面。4番線は北港のみで、池袋、大宮、川越、大宮、宇都宮、高崎の、まあ、埼京線並び湘南新宿。5、6番線が成田エクスプレス号が使われてますね。成田空港行き。あとは、ね、東武線直通の特急ですね。が、東武日光行き方、スペーシアや鬼怒川が使われてます。あと、赤城やサフィール踊り子、湘南も発着するということです。サフィール踊り子は土休日のみ運行となります。7、8番線の中央線の方は快速ですね。お茶の水東京ですね。特急あずさ、海事、八王子、オーム。これはね、東京行きの特急も使われる。9、10番線は特急専用です。それも中央線特急のみです。
甲府松本のあずさ並びに海事号富士海遊号八王子号大目号が使われている感じです。11、12番線が中野、立川、高尾方面の1号線快速のみでございます。ホリディ快速奥多摩は11番線から発車ということです。13番線ですよね、と東行き水道橋、秋葉原、千葉です。で14番線が、山手線の、内回り千原宿、渋谷、品川、15番線が山手線外回り池袋、田端、上野、16番線が中央線、中央総武線各駅停車の西行き東中野、中野、三鷹です。13番線が東行きの水道橋、秋葉原で、16番線が西行きの東中野、中野、三鷹でございます。ってことは1から16番線があるということですね。すごいですね。大きな駅です。結構やぶしいですけど、そんな感じですね。次当駅はね、パスもね、もちろん並びにスイカ使います。 JR 並びに他の他社路線もね使える感じですかね。全部まあ会社使います。2001年からねスイカが利用開始かな。で2007年からね施設がね各社がね使える感じです。はい、こちらですね。これ特急本にしかね掲げられてないものなんですが、大月には富士山、甲府には多分これももう上諏訪は諏訪のね花火大会、松本は松本城、南大谷は多分これは山ですね、日田山脈、山地のね山々、多分白馬岳とかそういうのが映ってるんでしょうか。あれかな、小高岳かな、ちょっとわかんない。もしかすると別のね、あとなんだっけ、そうかもしれない、ちょっとわかんないんですけど、そんな感じですね。まあ、大月って言ってもこれ多分ね富士山が綺麗に見えるの、大月よりはね富士山駅とか、まあ、富士急行線にね直通していく列車の方がねもっと綺麗に見えるでしょうか。あとね一応甲府はね桃以外だと、あとブドウとかねそういうのもあります。まあ、途中ね勝沼はブドウ郷とかねありますから、いかにもブドウがね取れますよっていう駅みたいなのがあります。あと諏訪はねこれ多分上諏訪で、これ花火大会ですが、下にね諏訪湖ですね、長野県の代表する湖ですね、諏訪湖ですね。奥に見えるのは多分諏訪のね山々ですかね。松本はね、まあ、松本城もそうですね、まあ、観光は松本城以外だと、あとちょ、まあ、松本から離れますが山の方にあります、上高地っていうのもね松本でございます。あと南大谷ですが、まあ、南大谷まで道中もね結構山が多くて、あと湖もあります。青木湖、吉月湖、中津湖かな、その3つ湖もあります。それを越えます白馬を通って、白馬はねスキーでも有名でございます。スキーシーズンだと混んでますし、あとね普通にゴールデンシーズンでもね、ゴールデンウィークでも登山とかで来る方、他にもいろいろと、来て、もう大糸線でもね特急あずさ以外にも、臨時でね信濃号とかも入ってきますし、あとはねそれ以前にもね、まあ、もうオールシーズンって言ってもいいでしょうけど、観光列車っていうのかな、一応快速って扱いですね、リゾートミューふるさとという列車も運行されております。それですと長野から南大谷ですね、松本経由の南大谷でございます。そういう列車もね運行されてるって感じですね。でもこれ全部映ってるのはこれ新宿からなんと1本で行けるところですね。大津にしろ、甲府にしろ、上諏訪にしろ、松本にしろ、南大谷にしろ、全部ね行けます。本当に行けます、なんと行けます、これ本当です、嘘じゃないです、本当です。まあ松本はねあた、まあ、結構頻繁に見ますけど、南大谷ってね結構存在ね、お前行くのかいって感じになってるんですが、本当に行けます。はい、嘘で、まあ嘘はついてないんでね、表示板がこれ嘘ついてるわけじゃないんで、本当にね行けるんですよ。このいわゆるこれを見られるのは多分ね中央線の特急ホームに行けばこういう風景見られるって感じですね。特急についてもねフラッグね当日購入できます。確か90番線他のホームもあるのかな、特急専用の56の何でエクスプレス等の、ね、ホームも多分特急のね当日のね購入もできます。ホーム上にねあるんですよ、指定席券売機とかねあります。一応ね改札のその前にもね、まあ元々からねどこでも売ってる指定席券売機みたいなのありますので、それもあります。あと緑の窓口もありますので、うまく活用すれば日本全国の特急買えます。あとしてホームの外側、改札の外側にありますのは、全路線の、ね、特急が売ってます。日本国内の、まあ、全部かはちょっとわかんないけど、日本国内の特急が販売されてます、特急券が販売されてます。でもホーム上はそこからのその番線から出ます特急列車のみだと思います。ちょっと成田エクスプレスがね9、10番線の中央線特急のところから販売されてるか、ちょっと発売されてるかちょっと不明ですね。
まあ、そんな感じですかね。でこれはねちょっと別の時に実は9月に撮りました。この本動画はね7月と9月には2回分けてね撮影されております。そんな感じですね。こちらは暑さ5号ですね。これがねあの南大谷に向かう化け物特急ですね。1から3号車がね途中の松本止まりで、4から12号車が終点南小谷まで向かう列車でございます。この辺はねあのご注意ください。結構停車駅もね絞られてます。まあ、一番絞られてるのはもっと少ないんですけど、昔はね一時期ね新宿松本途中停車駅は八王子と甲府と地のこの3つしかね止まらない時もあったんですが、現在はなくなっておりますね。まあ、上諏訪というね観光地もありましたからね、なんでそこを通過するんだっていう問題でね、多分ねそれで急遽復活しました。あ、将来ね上諏訪とか知能もね駅長が多分ずいぶん先になりますがする予定でございます。お楽しみください。お楽しみお待ちくださいかな。次ちょっと映像になりますね。誰もいませんね。新宿なのにね誰もいない。さすが特急ホームですね。中央線です。中央線特急あずさですね。9番こちらかな。あーちょっとね今回指定席にしてるんですけど、ちょっと白馬まで指定で行くと3時間ぐらいかかった道かかるんで、本音はねグリーンが来たいんですけど、車掌さんいるかな。まあこれですね。正直言うと私よく見てる車両なんで全然もね、何もねいつもの風景に延長線みたいな感覚なんですけど、これが南大谷なんですね。残念なこれですね。あずさ号ですね。南大谷らしいよね。はい、今回はね、まあ、ここまでとしましょうか。ちょっとね、少々長い動画でございましたね。30分ぐらいですかぐらいになりました。今これ映ってるのは中央線の快速で使われてます E233系の0番台ですね。将来的にね、将来っていうか、まあ、近いうちというかもうね10月からかな、一部列車には14から12両編成の列車も出てくるということです。で途中2両がグリーン車、新しく増結されるのがグリーン車でございますが、3月までかな、3月のダイヤ改正までは、無料開放という話でございます。これ一部列車ですので本当に本数はごくわずかです。でさ、まあ、来年の多分3月からは全列車グリーン、あの中央線には、ね、グリーン車がついておると思います。でそのグリーン車はあの一応ね利用できるのは大月までですね。大月より先多分そういう運行グリーン車がついた列車の運行はございません。中央線の快速等のねグリーン車ついた車両は大月または青梅かな、遠くても青梅行きのみでございます。まあそれがね運行開始とのことでございますので、あと快適に中央線の方面も行ける感じですね。湘南新宿ラインはもともとから、湘南新宿ラインは全てあります。グリーン車ついてないのは、今後はね、埼京線、山手線、あとはね千代線各駅停車のみです。各駅停車とか山手につけたところどうだいって話ですので、まあ、まずあそこはつけないと思いますが、埼京線はまあワンチャンあるかなって感じですね。でもちょっとね可能性は低いと思います。まあそんな感じですが、まあ千代線もね近いうちにグリーン車サービスが開始されるということで、グリーン車サービス、まあ、関東圏のグリーン車サービスはね、普通列車グリーン車は、まあ、中央線が加わることによって、まあ、中央線、青梅線、中央線、青梅線、総武線快速、成田空港、まあ、までの成田線とか、あとは湘南新宿や東海道線、宇都宮線、高崎線、行門線の一部間、常磐線、まあ、上野東京ライン、まあ、湘南新宿ライン、あと横須賀線かな、この路線でね、使えるってことでございます。それがまあ割とね近いうちかなということですね。まあ、
ちょっと今回ね32分以上を超えるちょっと超大作、もう超大作ではないか、父ちゃんの、ね、一番意気紹介の紹介のね動画が長いのは3時間でございますので、あれは異常です。そっちも長かったのは1時間ぐらいかな、1時間超えが結構多い、そういうのは結構多かったですけど、最近だと上野もそうか、1時間超えでしたが、今回の新宿はそれに駅に対して結構ね動画は凝縮されておりますが、これあくまで JR 線のみでございますので内容薄くなっております、まあ、JR 線の厚木駅の歴史としては1885年に多分山手線がね最初に来て、その後で神戸鉄道がねその後に来たって感じですね。神戸鉄道というのがね、万世橋から八王子を結ぶ鉄道でしたね、まあ、その後に国有化されたって感じですね。八王子より先はね関節鉄道という、まあ、それ前からもう国鉄みたいな鉄道がやってたって感じですね。で山手線もね最初は当初は日本鉄道という路線でやってましたが、現在は最終的には国有化で今の JR に至るって感じですね。まあ、今回小田急は多分小田急でも過去にやってます、小田急単独でやってますし、まあ、京葉線については今回紹介してませんでしたが、まあ、今回はね、JR 東日本のみでございますが新宿駅の駅紹介でございました。まあ、次回はね、多分東京の駅じゃなくても神奈川の方の駅をちょっと紹介しまして、次は千葉に移行して千葉の駅を紹介すると思います。それも終わりましたら千葉の旅行、宮崎の旅行、その次はですね、ちょっとその次はねちょっとねどっちがですね駅紹介が先か本編の方が先になるかちょっと分かりませんが、大企画行いますんでお楽しみにお待ちください。ここまで長い動画でございましたが、ご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお待ちしております。